ランスフォーマーの歴史。それは悪の軍団デストロンと正義の戦士サイバトロンの戦いの歴史であった。だが戦いを嫌う新種のトランスフォーマーマイクロンの出現によって、その戦いは彼らを守り解放しようとするコンボイと、奪い服従させんとするメガトロンの戦いへと変化を見せる。新たなる戦士を迎え、両軍のマイクロンをめぐっての攻防は新しい局面を迎えたのである。信じられないことだった。信じられないことだけど、コンボイは ついに倒したぞ。さすがメガトロン様だ。おめでとうございます、メガトロン様。ん？メガトロン様？ん？うん、コンボイを倒した今、サイバトロンは敵ではない。これよりセイバートロン星に帰還し、この宇宙を制圧してくれるぞ。司令官の体は奴らの攻撃を阻止するために自らのスパークを解き放って消失してしまった。もはやどうすることもできない。そんな、コンボイは僕らの地球を守るために自分の命を。地球が狙われていたことは誰も知らない。大人たちは天変地異が去ったと喜んでいたけれど、それはコンボイが命がけで僕らの地球を守ってくれたからなんだ。そのコンボイがいなくなって何日かが経った。もっと丁寧な仕事をしろ。みんな、なんだか荒れていた。こっちとらおめえみたいに器用にできてねえんだ。死ぬほど抜かせねえ。だったら器用に作り直してやろうか。なんだと？そんなに簡単なもんならコンボイ司令官を。
グラップ、できないことを言うな。そうですよ、そんなこと。みんな、いい加減にしてくれ。のんびりとスペースシップ作ってる場合かよ。早いとこコンボイ司令官の仇を取りに行くんじゃなかったのか。ああ、そいつは。こんなもの、ちんたらやってられんか。特にひどいのがホットロッドだった。兄貴、ステッパー。ジェットワイヤー、ジェットワイヤーどこだ。ホットロッド、ジェットファイヤーどこだ。ジェットファイヤーならもう一度月面基地を確認するって。本当にホットロッドなの。まだか。もうすぐジェットファイヤーが戻ってくる。話はそれからだ。あなたがスタースクリームを受け入れたりするからです。あれはスタースクリームの裏切りによって完成したんだ。スターセイバーとコスモテクターがメガトロンの手に渡ってしまったのは、司令官、あなたがスタースクリームを助けたりしたからだ。そうでしょう。コンボイ司令官、俺だ、俺のせいなんだ。あんなに責めたから。コンボイ司令官はどうしよう。どうしようって言われても。あ、帰ってきた。トランスフォーム。ジェットファイヤー。なんだ。連れて行け。今すぐ俺を宇宙に連れて行け。あ、デストロンシップを追うんだよ。奴らを俺の手で倒してやる。コンボイ司令官を奪った奴らもな。ああ、無茶を言うな。差し違えたっていいんだよ。やらせろ。なんてこと言うの。ホットロッド。月面は物気の殻だった。奴らはセイバートロン星に向かったと思われる。セイバートロン星に？すぐに行きたい気持ちはわかるがな、こっちも船がなきゃ追いつきやしない。役立たず。あ、それはどういう意味だ。意味なんかねえよ。今サイバトロンをまとめなきゃいけないのは副司令であるあんたの役目だろ。それをチンタラと。今は敵討ちよりスペースシップだ。それが俺の出した結論だ。そうですよ兄貴、デストロンと戦うのはそれからですよ。うるせえ。ホットロット、なんだよ、やんのか。なんだよ。何しやがんだよ。デバスター、どうするつもり。話せよ。来い。どこへ行こうってんだ。いいから来い。話せよ。どうしようって言うんだ。もうみんなどうしちゃったのよ。やっぱコンボイがいないからだよね。そんな言ってもしょうがないこと。でもやっぱりコンボイがいてくれたらって僕らは思ってたんだ。ハイウェイ、ここって。師匠。どうした、かかってこい。師匠、何のつもりで。師匠だ。お前なぞ弟子でも何でもない破門だ。どうした、わしと刃を交えた時のあの客を忘れたか。何の話だよ。なんで今こんなことする必要があるんだ。意味ねえだろ。そう思うのか。
ならば考えろ。何のためにわしたちは戦っている。コンボイの仇討ちをするためか。それも意味のあることか。そうだ、そうでなきゃ気が進まねえ。みんな違うのかよ。みんなそんなに白状なのかよ。愚か者。やはりお前は破門だ。やめて。デバスター、ホットロットを潰す気かよ。やめさせて。できない。できないって。これはホットロットがみんなに仕掛けた喧嘩だからな。本気なのか、ジョルト。無意味だと思う戦をするのか。デバスター、あんたがやるから。やったらやり返す。それだけの理由か、愚か者め、来い。なぜサイバトロン軍に移ったか、お前は分かっているか。知るか、そんなこと。お前がいたからだ。わけわかんねえことを。あのダブルフェイスまで信じて単身月面基地へ乗り込んだ無鉄砲さ。だから俺はバカなんだよ。ああ、そのバカさ加減にわしの心は動かされた。何言ってある。仲間と信じた奴のことは信じきる。純粋なまでの愚かさ。お前はスタースクリームを信じようとしたコンボイを責めたが、お前が司令官でも同じことをしたのではないか。コンボイと同じ匂いがするお前との出会いがあったから、わしはサイバトーンに入った。未来を感じたからだ。未来？そうだ、未来だ。わからない。俺には言いますか、コンボイ司令官を知らせてデストロンはノーノーと生きてるんだぞ。悔しくないのかよ。わしたちも生かされた。コンボイによって生かされたことの意味を考えろ。敵討ちなどと未来の見えない泥沼の戦いに入り込むのか。他にやることが見つからねえんだ。ホットロットは自分のせいだと思ってるんだ、コンボイを死なせたこと。だからホットロットの気持ちは荒れていたの。ホットロットは自分を責めていたの。ジェットファイヤーにもわかるでしょ。それは兄貴だけじゃないよ。俺は自分を許せない。だからせめて敵を討つしかないだろうが。いつまでもそう思っていたいのなら、お前は破門どころかサイバトロンからも追放だ。ホットロット、逃げちゃった。あれ、みんな。コンボイ司令官、俺はどうしたらいいんだ。答えてくれコンボイ司令官。シルバーボルト、お前まで何のまねだ。喧嘩を売ってきたのはお前さんだ。そうだろ。来るんだ、しつこいぞ。ジョルト、ジョルト。やれやれだな。兄貴のことは俺がケリをつける。喧嘩上等、よろしく。みんな、ホットロットはただ頭の中を整理する時間が欲しいのよ。もう少し時間を。これが戦士のやり方だ。戦士のやり方？黙って見ていてくれ。
い気になって調子くれてんじゃねえよ。ほらトランスフォーム。私は兄貴と戦います。ざけるな、俺たちは仲間だろうが。どこがですか。コンボイ司令官の仇を討ちたいのはみんな同じです。それを一人で閣下してみんなの気持ち分かんない兄貴はおかしいです。お前たちは違う。俺は兄貴。うるさい。お前たちまで。嘘だろ。コンボイ司令官。もう十分だろう、ホットロッド。ジョルト、どうした？ジョルト。ホットロッド、あの時と同じだろう。マイクロン相手では反撃できぬか、甘いやつ。コンボイ司令官。いいか、私たちの目的はデストロンを倒すことではない。マイクロンを救い出すことだ。そうだ、本来の目的は。なのに俺は何をやってるんだ。自分の身勝手でマイクロンまで敵に回しちまって。すまねえ、お前たちに教えられた。ありがとう、俺はお前たちに救われた。ホットロット。みんな、意味のないことは終わりだ。もう終わり。間違ってた。俺たちは司令官に生かされてたんだ。コンボイ司令官はマイクロンの解放を俺たちに託したんだよな。その気持ちを忘れてた。コンボイ司令官の死を無駄にはできない。やれやれなやつだけど、それでこそホットロットだな。あ、みんな気持ちをどうしていいかわからないでいた。けどよ、おめえが気持ちを爆発してくれたおかげで俺たちもすっきりしたってもんだぜ。ああ、気持ちはぶつけ合うもんだ。コンボイ司令官の思いをみんなで受け継いでいこうじゃないか。みんなも同じか。ああ。すまない、俺は自分のことしか考えてなかった。いや、自分のやるべきことさえ。でも、もう大丈夫だよな。仲間であれ、敵であれ、信じることができるか。その力をなくしてはならない。コンボイ司令官。おいおい、俺はジェットファイヤーだって。いや、今俺の胸の中にコンボイ司令官の声が響いたもんでね。そうだ、お前ほどコンボイ司令官の気持ちを受け継いだ者はいない。お前ほど新司令官にふさわしい奴はいないってことだ。新司令官だって。これもコンボイ司令官の意思だ。でも、ホットロット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 。いや、そいつはサイバトロンの戦士ではない。もうやめて、デバスター。ホットロットは分かってくれたんだ、デバスター。いい笑顔だ、師匠。波紋は取り消しってことだな。なんだ。たまには喧嘩もいいもんだな。なあ、気持ちを吐き出して。戦士のやり方ね。そうか。何すんだよ。日頃の溜まってた鬱憤を吐き出したんだよ。お前、じゃあ俺にビリーは食べてないだろう。うっさい、待てこの。一同、整列。これよりホットロット司令官にマトリクスを授与する。
あ、待ってくれ。なんで緊張してんのか。兄貴らしくないですよ。おい、え、あ、新司令官らしくないでございます。兄貴のままでいいんだよ。おっとろっと、また。いや、新司令官なんて堅苦しいじゃないか。セイバートロン星に帰るまでのリーダーとしてなら喜んで働かせてもらうよ。リーダーか。ホットロットらしい。それにこのマトリクスはこのまま残しておきたいんだ。マトリクスがなくてもコンボイ司令官が今も俺たちの胸の中に生きてるからだろ。ホットロットの一言が気づかせてくれた。コンボイは宇宙に消えてしまったけれど、いつだってホットロットの、そして僕らの心の中に住んでいるんだ。まずはデストロンを追いかけて囚われているマイクロンたちを解放する。敵討ちはその後だ。おう、ガッテンディ、リーダー。マイクロンを解放するなどと私たちの発想にはない。だがコンボイ司令官は違った。そしてその考えを一番強く受け継いでいるのはホットロット、やはりお前だ。確かにな。俺たちは戦うことの方に頭がいってしまう。みんな、よし、一刻も早くセイバートロン星に帰るぞ。そしてみんなの気持ちが一つになった。みんながセイバートロン星に帰る日が近そうだ。でもこの時僕たちはどうしていいのかまるで分かっていなかったんだ。ホットロットの指揮のもと、セイバートロン星に帰る準備は着々と進み、そしてついに旅立ちの日がやってきた。マイクロンたちもまた、ふるさとの星に帰る決意をしっかり固めたようだった。え、ちょっとちょっと、僕たちはこのまま置いてけぼり？そりゃ危険だってことはわかるけどさ。でも、僕たちにだってきっと何かができるはず。命を懸けて地球を守ってくれたコンボイのためにも。戦え、サイバトロン！トランスフォーム！